はい、2018年半来の問題を説明します。 FT が sinT マイナス答え T かける sinT を考えると、 X は sinT マイナス答え sinT と置くとき、 FT を X を用いて表しなさい。これはこうやからね、まあ、X 以上にしましょうか。1マイナス2倍の sinT と sinT が、で、2倍の sinT、cosinT っていうのが、これがこう持ってきた1マイナス X 以上と。これ sinT やな。これが sin の 2T だから、FT は、FT は X と、で、1マイナス X これが、これは、マイナス X3 とプラス X って表しますね。2番、t が0から π のとき、ft の最大と最小値を求めなさいと。これ x が sinT マイナス 5sinT やから、これ、合成しましょうか。これはルート2倍の sin の t マイナス4分の倍がこうなります。で、t の範囲が0から π やから、マイナス4分の π の範囲は4分の π でいけるな、マイナス4分の π と4分の 3π やな。これルートってサインやな、サインの t マイナス4分の π の範囲はこれマイナス45だからマイナス2分のルートでいいやな。こっち側は途中で、位置を通りますよね。だからルート2倍の、sin の t マイナス4分の π、ルート2倍してあげるとマイナス、1が8、こっちはルート2になる、だから x の範囲はマイナス1からルート2と。で、この、ft、f't を見てみましょうか。f't はね、これはマイナス 3x プラス1で、マイナス 3x ってやると、どうなるかな、ルート3分の1と、x プラスルート3分の1が、x 上マイナス3分の1、マイナス3分の1はな。で、増減表を書いたら、x がマイナス1からルート2やから、これマイナスルート3分の1、こっちがルート3分の1だな。で、この時にこれ、F'T は、これは、0になると。ね。で、ここの、値は、これは、全部 X は大きかったらマイナスな。ここがプラスです。あ、これは、ね。で、ルート3分の1入れるとね、ここ入れるな。ルート3分の1を入れていったら、いくらになるかというと、9分の、ルート3分の1を入れたら、9分の、ここが2ルート3で、ここがマイナス9分の2ルート3。ね。で、マイナス1入れたら0で、こっちがルート2入れたら、マイナスルート2と。ルートに入れたら、マイナス2ルートに入れたら、これな。これで比較してな。これとこれ比較して、これとこれ比較したら、これマックスな。で、これが、最小値と。こっちは小さいな。はい。